はい、こんにちは。お問い合わせありがとうございます。メルヘンの H2B の詳細を動画撮り直しをしたいと思います。ご覧ください。赤い色ですね。それもね、暗い赤じゃなくて鮮やかな赤ですね。のメルヘンの H2B ですね。木目の感じ、すごく素敵ですけれども、まず傷の状態を写したいと思います。上の天板のところはおそらくカバーが欠けだったのでしょうか。傷は全くありません。側面のところも特に当て傷はないですね。で、やっぱりよく傷がつきやすいところっていうのはこの正面のところなんですけどね。まずこの手前のここに、ゴツンと当てたような傷があります。これ修復でちゃんと治ります。そして蓋の上ですけれども、結構ね、中古で入ってきたピアノにしては綺麗な方なんですけど、ここに1箇所ポツンと当てたような傷がありますね。そしてここに引っかき傷があります。こういうのはもう簡単に治るんですけどね。シュッと引っかき傷ですね。それからここに一番目立つのがね、ここの傷とここの傷です。結構数が少ないので、もう全部簡単に治ります。もう分からないぐらいまでね、なりますので、虫眼鏡で見たらね、修正の後分かるかもしれませんけども、それぐらいですね。で、足のところにね、ちょっとゴツンと当てた傷がありますね。これはね、椅子を収納するときに多分ね、斜めにゴンと当てはったんですね。この傷があるぐらいです。結構状態的にはいいです。ただこのピアノはこの塗料の上に、塗料というかこの金属板の上に塗料を、塗ってますので、ここの変色は現状です。これはちょっとこれをね、剥がして修正するとまた大変な作業なので、この部分だけ現状で、ポツポツとなんかあるじゃん、変色してる部分がね。これだけちょっと我慢していただけたらと思いますね。内部も再度写しておきます。ハンマーの減り具合は普通ぐらいですね。そんな極端に使い込みすぎてるという状態ではありません。そして、中の記録カード、前回写したかどうかちょっと記憶ないですけども、31519の製造番号で、最後の調律が昭和58年ですからね。入った時は相当狂ってた。あ、まだ狂ってますね。まだ直してます。でも鳴りいいですね、これね。すごいすごい。すごいですね。中型ですけれども、こんだけ鳴ってくれたらこれ値打ちありますね。素晴らしい。内装もいいし、鳴りもいいしということですね。後ろの柱は1,2,3,4,5 本になります。はい、メルヘンの H2B のご紹介でした。ちょっと曲を弾きたいところなんですけれども、ちょっとこのズレで言うとあまり弾かない方がいいかな。あ、でもいいですね。ヤマハピアノに近い響き方ですね。はい、可愛いで作ってるメルヘンですけども、音的にはキラッとキラリとしたね、明るい響きですから、音がスコーンと伸びますから、弾いてて気持ちがいいと思いますよ。はい、メルヘンの H2B のご紹介でした。それでは失礼いたします。